19世紀の選手像。羽兜をかぶとを被ったブレンヌスをかたどっている。羽兜かぶとは、頭の両脇に羽飾りをつけたかぶとのことである。古代においては、ヘルメスや、女神ローマが羽兜をかぶとを被った姿で描写されたが、19世紀には、羽兜かぶとは古代ケルトやゲルマンあるいはバイキングの、かぶととして広く描写されるようになった。また、北欧神話の物語を描く際にもしばしば、 用いられた。羽兜は角兜カカと同様北欧の蛮族の戦士を表すお決まりの表現として使われるようになった。小さな聖堂の羽飾りがついたアッティカ式の兜。紀元前4世紀の南イタリアのモノ古代、世界において実際にそのような飾りをつけた兜が使われていたという証拠はわずかにしか存在せず、それらも機能的な目的よりも 儀礼的な意味合いが強いと考えられる。聖堂版の羽飾りがついたアッティカ式兜は、サムニウム人などのイタリック人がローマによる征服前に着用していた。そのような兜がいくつか発掘されており、それは多くの博物館で見ることができる。おそらくは、羽の生えた動物をかたどった兜は、シケリアのディオドロスによると、ケルト人によって使われたという。彼らは、 頭の上に、聖堂の兜をかぶっている。その兜は大きく突き出た形状をしていて、装着者を巨大に見せる効果がある。場合によっては、兜の一部が角の形をしていたり、あるいは鳥や獣の全部をかたどっていたりする。完全な形の翼の生いた鳥の飾りがついた、ケルトの兜。ルーマニアのチュメシティで見つかった、紀元前3世紀のものこうした形状のケルトの兜の、 実例としては、ルーマニアで出土した、紀元前3世紀の兜がある。この兜には、両側に翼を広げた、和紙か渡りガラスかと思われる、大きな飾りが取り付けられている。この飾りは成功に作られており、着用者の動きに合わせて、翼が羽ばたくように関節で繋がれていた。こうした種類の兜は、今日一般的にケルト人が着用していたと、信じられている。しかし、 ケルト人のほとんどは、後に、ローマ人たちが用いた、モンテフォルティノ型のような、円錐型や、それに近い形の、もっと大人しめの兜を着用していた。古代における、羽兜を被った、メルクリウスの描写は、速さの象徴とされていた。現代のアメコミにおいては、頭の羽飾りは、フラッシュのコスチュームへと受け継がれている。スウェーデンのベンデル時代の兜はしばしば鳥を、 モチーフとしたものとして取り上げられる。しかし、こうした兜の羽は鼻当てに消化されていたり、羽の形の眉毛として覗き穴の周りにかたどられているのがしばしばである。ありがとうございます。